S4 です。まあ基本東京湾、相模湾、浅いポイントが多いので、だいたい20メーター前後ぐらいまでが多いです、今の時期ですね。10月の末、11月いっぱいぐらいは。でここから寒くなって、どん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 水温が下がっていくと、ちょっと深場に落ちていって、まあ、30メーターラインからもう深いところだと40、50ぐらいまで落ちていったりすることもありますね。なのでそうなってくると、まあ、こういう S4 とかですね、これ重たいやつですけど、あとは S3 とかですね、ここのヘッドの部分に S3 って書いてありますけど、まあこれぐらいの重いところを使うこともあります。で通常だと、例えば S0、 このシンカーの重さ見てください、ちっちゃいですよね、ここね、これが S0 です。で S1 が例えばこれくらい、ちょっと大きくなりましたよね。でその次が01ときたら2と、ちょっと進化の大きさがかなり大きくなる感じしますけども。で、S3、S4 というところまで来ますね。だいたい水深別で使うことは多いんですけど、やっぱり潮が速いとどん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 流されていっちゃって底取りが難しくなってくるので、そうなってきたらどん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 重くしていく。で今日はちょっと浅場からスタートするようなんで、そうですね、だいたい S0 とかぐらいから使って様子を見てみようかなという感じですね。港出てすぐ、港出て1分ですでこれくらいのポイントだと、もう港出てすぐなんで、もうおかっぱりからでも届きそうな感じがね、しますよね。しますけど、じゃあおかっぱりでいいじゃないかってね、思われることあるかもしれないです。あるかもしれないんですが、ここが釣れなかったらじゃあどうするかって言ったら、どん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 深場に落ちていくわけですね。なのでやっぱりこう機動力のある船っていうのは非常にいいです。どちらかというとアオリイカは夜中浅場に寄ってきて浮いてきて、昼になるとどん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 深場で底の方にペタッと張り付くようなイカなので、なるべくならこうね、いろんなポイントを探りたいですよね。で例えば浅場でやってる時は回収する時間も短いので、あんまりしつこく流さなくても、ちょっとすぐ回収してすぐ入れ直してあげた方がポイントに新しく船が入っていきますからね。なのでなるべくフレッシュな場所にエギを送り込んであげた方が当たりは出やすいですね。今日はね、これ撮影なんで一人でやってますけども、人数が多ければ多いほどずっと出すよりは、新しいところにこう船の真下がどんどん新しいポイントになってきますので、入れてった方がいいですね。潮を一回ちょっと無視して水深だけで考えた時にですね、だいたい15メーターぐらいまで、まあ深くても20メーターぐらいまでが、S0で、15メーターから、25メーターぐらいまでが S1 で、20メーターからだいたい30メーターぐらいが S2 で、25メーターから35メーターぐらいが S3 で、それ以上深いところが S4 と、まあ、こんな感じですね。スナップなんですけど、よく直結ですか、スナップ使いますかってこう聞かれますけど、やっぱりスナップは必ず使ってください。もうスナップ使わないのはダメです。なぜかというと、スナップはエギの交換がねすぐにできるので、それが一番大事ですね。もう一回一回結び直してたら、もうまず間に合わないです。例えばちょっと底取りしにくいなと思って、エギ交換しようかなと思った時にやろうとしたら、エギが結び直さなきゃいけないって言ったら、もう水深どんどん変わっていっちゃいますからね。ちょい深めです。S0 のまま S0 のままで、今19メーターで S0 なんで、
S0 は0からだいたい15ぐらいって言ってたんですけど、ちょっとだから軽めです。でこれでそこが取れなければすぐに、重たいやつに変えてあげればいいですね。なのでこういう時はあのスナップっていうのはすごく大事になってくるんですね。17ちょっと駆け上がってくる感じですね。そんなに上がらない、だいたいこれぐらい、うん、ずっとダラダラ。はい。で多分釣りには全然なるんですけど、はい、ちょっと安定感を持たせるのに S1 に変えてみます。でこうやってすぐに交換できるのがいいですね。で例えばシンカーを何グラム何グラムってあってそれをくっつけるっていうのもいいんですけど、こういう交換ができないんですね。すぐにあ水深変わったから変えようとか、あちょっと潮の感じが違うから変えようって言った時にものの数秒でエギの交換だけだったらできちゃうんですけど、どうしてもこのヘッドが余計についてるとそれができないっていうのがね、それが辛いところですね。なのでアントラージュは細かく S0 から S4 までっていう5種類重さを分けて作ってあるわけですね。悪くない。で今船はだいたいちょっと斜めに入りながら後ろの方にラインが出てってるので、ちょっと潮がこういうふうに走ってるわけですね。ちょうどいいぐらいですね。ゼロでもいいけど1だとまあ問題なくって感じですね。ということは今17、8メーターから12ぐらいまで上がるので、こういう時はエギをこの軽い S0 を用意しといて、でも交換しちゃってもいいですね。ここで1から0に変えちゃう。例えばイカの活性が高くてもう落とし乗るっていうような状況であれば重たいエギでも何でも乗るんですけど、 いつもいつもそんな状況になることってまずないですし、あとはもう根がかりですね。もうあの重ければ重いほど根がかりしやすくなりますので、それを考えるとやっぱり軽い方が圧倒的に根がかりの率が下がるのと、あとはイカを自然に抱かせやすいっていうのがありますね。はい、16から20まで下がるって言われたら、はい、はいって言われたら、こうやって速攻でこうやって交換すると、例えばすぐ投入できる人と、例えば交換して投入する人、数メーター落ちたぐらいですぐ投入間に合いますよね。なのでこれがまずスナップを使う理由で、もう一つはあの後付けの進化を使わずにアントラージュみたいに重さが全部違えば一回一回重りどれにすればいいのかなとか、そういうことも考えなくていいですからね。余計なことをしないっていうのは一番です。おっしゃ、来た、来ました。可愛いサイズですけど来ましたよ。しゃくってもすぐですね。でアオリイカってこれぐらいのタイミングでも抱くんですよ。なのでしゃくった後にすぐに糸ふけを取って、ってやるとですね、こうやってちょんと、もうこんなのほんとちょっかい出してるやつですよね。もうしゃくってヒュッて止めた瞬間に、これね元の方にもかかってるんです。ほらここに、ここにちょっと傷ありますけど、これちょんってかかってね、しかもこれ触腕半分切れてますね。ほら見てください。よくね触腕伸びちゃうともう死んじゃうっていう方いますけど、あれ嘘です。触腕なくなっても片方しかなくてもイカ生きてますね、心配ないです。はい、とりあえず1杯目ですね。状況的には良さそうです。状況的にはね悪くないと思います。結構潮もよく効いてますし、真横今右舷側ですね、右側を右舷、左側をちなみに左舷って言います。で前の方を三好で、後ろの方を友って言いますけども、今日はまああの右舷側でね。でちなみに真ん中はなんていうか道の間って言います。道の部分ですかね、右舷道の間でやってますけどね。はい、
ちょうど20まで、ちょうど今14から20のこの掛け下がりの部分ですね。でこういう、まあ、地形の変化、根だったりとか、こういう掛け上がり掛け下がりっていう、こういうところにはオリイカってつきやすいので、まあ、こういうところを流していくわけですね。そうすると14メーターと20メーターではやっぱり使うエギが変わってくるので、そういう時にすぐにエギを交換できるっていうのはすごく大事ですね。今ね、船がちょうど潮上りしてきて止めるんで、ちょっとそれで船が止まってるんでほとんど動かないから、でこれが風に押され始めると徐々に徐々に流れてって糸が出ていくという感じですね。おーい、お、こっから落ちていきます。こうやってあの船長がね、あのアナウンスしてくれるとすごく釣りしやすいですね。ちょっと今ね、いや見ちゃったね今ね、おーっちゃんって言うのね、もうこういうチャーンだな。でもう今ちょうど落ちていきますって言ったポイントで今来ましたよね。だからあのこういう時にちゃんとエギを入れとけるっていうのは大事です。もうそういう時にですね、エギはあれでもないこれでもないって言ってると釣れないの でこうやって綺麗に抱くとちゃんと後ろ足の方にちょこんとかかるわけですね、触腕じゃなくてね。まあちょうどシーズンスタートの、まあアベレージサイズぐらいですかね、うん、まあもうちょっといいサイズ全然出るみたいなんで、もっともっとね大きいイカ釣れるといいですけどね。まあ気持ちのいい一杯ですね。まあこの辺りを取るためにみんな多分この釣りをやってるんだろうなと思います。なのでね、竿先にねトンって出る辺りね、まだまだ釣れますよこれ。はい、アオリイカの場合当然これ餌じゃないので、ね、これ偽物ですからね、これを、はい、餌だと思わせるにはやっぱりしっかり動かしてあげなきゃダメですよね。動かして餌だと思わせて抱かせる、なのでしっかりエギを動かすっていうのが一つで、しっかり止めて食わせるっていうのが一つなので、中途半端な動きっていうのはアオリイカっていうのは嫌います。なので例えば船でもおかっぱりでもアオリイカをあんまり釣ったことがない、なかなか釣れないっていう方はどうしたらいいかっていうと、とにかくちゃんと動かすっていうこととちゃんと止めるっていう、この2つの動作をきっちり分けることですね。なんとなく動きててなんとなく止まってるみたいな、これだと絶対抱かないです。もうその釣果の差っていうのはすごく大きいので、とにかくちゃんと止める、動かしてピタッと止める。だから当たり待ってる時によそ見する方いますよね。こうやって竿置いて待ってる時になんかこうやって見てる、あれ絶対ダメです。あれまず小さな当たりを取れないっていうのが一つありますけど、それだけじゃなくてエギがまず安定しないっていうのは、おかっぱりと違って船の場合は足元が揺れますよね。で足元が揺れてるのに竿先見てないと全然その船の揺れに対してエギをコントロールできないので、それで大体抱かないんです。で特にエギがこうやって頭がゆらゆらしてしまって、このゆらゆらしてる時にアオリイカって絶対抱かないですから、これがやっぱり分かってないとなんかこう船に乗るとあんまり釣れないんだよねっていう方が多くなっちゃう。なのでこれ実はおかっぱりにも応用できることで、すごく竿のテンションを大事に大事に一定に保つことができると、おかっぱりでも同じように波をラインが拾ったりとかっていうのを上手にコントロールできるようになるんですね。なので当然おかっぱりから来る、でまたおかっぱりに戻る、いろいろありますけど、両方ともやるとですね、すごくその今までエギをどれだけこう雑に扱ってたとか、そういうのがすごくわかると思います。特にこういうねロッドがこういうソリッドティップの場合、小さな揺れを全部拾いますので、この小さな揺れを拾ってる時に、あ、自分のエギって結構動いてるなとかっていうのが分かっちゃうんですね。なので繊細な当たりを取るってことは、小さな揺れとか小さなあのピッチのこの波のパチャンっていうのも全部拾っちゃいますからね。だからその違いっていうのは結構大事。しゃくったら止める、こんな感じですね。しっかり止める、で当たらなければ一回こうやって落とします。落として着底させます。で着底したら
また下くって止めると。お、でもし当たりがあった時ですね、当たりがあった時にそのままおかっぱりの場合は誘いを入れることが多いんですけど、船の場合はどちらかというと落とします。落として追わせた方が圧倒的に当たりの数は増えますね。でよく、いやしゃくっても釣れたよっていう方います。もちろんそれで釣れることもあります。活性の高いやつとかやる気があればそこから追ってくるんですが、もしそのイカがやる気がなかったら追ってこないですよね。ということはやる気のないやつは取れない、やる気のあるやつは取れる。もしフォールをさせた場合、やる気があるやつはまず落ちていくやつを止めちゃったりします。つまりやる気のあるやつも取れる、でやる気のないやつも取ることができる。なので確率を倍にするか半分にするかの違いなので、だったらどっちがいいって言われたら当然落とした方が圧倒的にその一杯を取る効率の方が良くなりますよね。なのでおお、去った、おお、このタイミングですよ。ほら去った、ほらほら、おお、いいサイズ、いきなり来たよ。今のこれですね、当たったって言ってすごいタイミング早かったですよね。もうエギが安定するぐらいですぐ触ってくるやつがいるんです。でそこで落としてあげたら、活性のいいやつはその止めるって言いましたよね。まさに今落とそうとしたら糸がポンって止まったんで、カツンと合わせたらこうやって、おお、いいサイズが、ほら、おお、ほらほら、この竿の曲がり見てくださいこういうサイズが取れるわけですね。ほら来ました。もう今日帰っていいですかこれほらこれオスですね。綺麗な模様出てますけどね、オスのこの横の筋ですね。ほら、はい、ほんと綺麗に出てますけど、これ水吐きそうな気がするな吐きそうな気がするな、なんか怖いな、マッシュでしょ、怖いな怖いな、このひらひらってなってる時、もう一回抜きましょう。これほら、ああ、うん、危ない危ない、わあ、うん、ほら綺麗な模様、横模様出てますよね、横縞模様ね、はいはい、うん、これがオスのアオリイカの証拠ですね。でメスはこの横のやつが反転にポン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 ってなるので、うん、おお危ない、足がこうなってきた時は皆さん要注意ですからね。でこういうテクニカルに取れた一杯っていうのが増えてくると、皆さん釣果がどんどん伸びていきます。なので当たったと思った瞬間にベールをすぐ返して落とせるかどうか、これができないとなかなかあーって言ってしゃくっちゃったしゃくっちゃったってなったりするんで、そこが要注意ですね。はい、20、18、20っていうことは、この18がちょうど山になってるんで、その例えば上にいるか手前にいるか後にいるか、こういうのも結構ね参考になります。で面白いのがアオリイカって背のもちろん周辺にはいるんですけど、背の上にいたり背から落ちたところにいたりとか、いろいろこう付き方が変わったりするんですね。潮の加減なんですね。例えば潮がギューンって流れてるときは嫌がるので、その背があったらこう潮が流れてくる巻くところですね、ここにいたりとか、で潮が緩んでくると背の上に戻ってきたりとか、あとはそこに例えばベイトフィッシュがボンって入ってきてってなってくると、ちょうどそれに一緒につくことが多いんですけど、でもベイトフィッシュも結局潮が速ければ潮の裏手に回ってくるので、そうなると一緒にこう潮をちょっと避けるようにすることが多いですね。でだいたい2回3回ぐらいやって、当たりがなければエギを入れ直す。これやっぱり手返しを入れ直しをした方がいいですね。新しいポイントにどんどん入っていける、はい、はい。でこれ今船がこういう風に流れてって、どん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 後ろの方に向かっていきます。そうすると船がこうやって流れていくんで、ポイントは船の真下が新しいポイントなんですよね。で勘違いしちゃいけないのは、前に投げる方が結構多いんです、うん、船が流れてるのに。そしたらさっきエギで探った場所にまたエギを投げてるので全く意味がない。なのでそれだったら新しいポイントが真下なんで、真下に落としていった方が
かなり効率よくね釣りができるわけですね。なので今日ねなかなか風もあって船も流れて潮も効いてるので、そういう時はもう下に落として流す、下に落として流すっていうのを繰り返してたわけですね。で逆によく無風の時ね結構困ること多いんですけど、そういう時はどん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 投げて広く広く探っていく。それはもうなんでかって言ったら船が動かないからです。真下に落としててもずっと同じ場所にエギが上下することになりますからね。はい、25メーターです。なのでちょっと見にくいですけど S2 でいきます。ちょっと重ためですね。はい。でアオリイカって群れでいることが多いので、そうすると一人釣れたらポンポンポンって釣れたりとか、で一杯釣れた時にガッと活性が上がってエギを取り合うんですよね。そうするとそのところに同じ場所にエギがあれば本当に何もしなくても釣れたりすることもあります。なので常に注意するのはもうエギをしっかりと水中に入れておくこと、これすごく大事ですね。 S2 です。ここに S2 って書いてある。いいですね、朝焼けが綺麗で ねほんと、はい、はい、30メーターです。もう海の上でこういう朝焼けを見たりとかね、夕日を見たりできるのは本当釣り人の特権ですからね。結構ね今日複雑な感じですね。おー、めっちゃ流れてる。この流れ方とかもやっぱり気にしてた方がいいですね。どうしても何にも考えずに釣りしてるとやっぱり釣果って伸びないので、同じエギ同じ水深でやっててもあエギが重く感じるなとか、あなんか軽くて抜けてくなっていう感じだったりとかっていう、この違いってすごく大きいので、なんでこうしゃくってる時の感覚が重くなったりするとあちょっと潮感じてるなみたいな、で底取りするまでにちょっと時間がかかってたりすると足尾が行ってるのかなとか、そういうのもありますね。なので特に1回目じゃなくて2回目の底取りですね、しゃくり上げて落とした時にダーッと出ていくと潮がかなり効いてる証拠なので、もうそういう時はちょっと送り込んでってちゃんと着底させるっていう、どうしてもそこが取りにくかったら一つエギを重たくしてあげるっていう、こういうこうちょっとした動作ですね。なのでやってることは一緒なんです。ただエギを落としてこうやってしゃくってこうやって止めるだけ、おってやってこれだけなんです。ただこれだけなんです。たったこれだけです。たったこれだけなんです。おお、よく引くね。しゃくって止める動作はこれだけです。ただそこに至るまでにエギの重さを変えたりとか、どこで一回刺し直すのかとかっていうのをちゃんとできるようになってくると、こうやって結果がついてくるとね、アオリイカが釣れるとね、ちゃんと結果にコミットできるわけですねなんか聞いたことあるかな、今なんか言ったかな、俺何も言ってない気がするな。びっくりした、びっくりした、びっくりした、うん、本当に危ない危ない。ほらこれもまたいいサイズですよ、なかなか。おお、よく太ってる。ほらこれメスです。ほらこれメス、これメスです。ほらさっきのオスと比べると模様がさっき本当に横になシュッシュッシュッとしてましたよね。今度はこの蛍光色のやつがこう反転っぽく、まあ、ちょっとこう横っぽく見えますけど、こうトン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 となってますよね、うん、これがまあメスの特徴です。今度は24メーターから30メーターぐらいまで下がります。で結構ね潮が効いてるんでどん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 落ちていくんですけど、例えばそういうところだと今 S3 入れました、結構重ため入れました。水深だけじゃなくて、まあ、先ほど言ったようにちょっと潮を今度は考慮しながらになっていくので、最初の例えば20何メーターだと S2 ですよとかっていうのも参考にしていただきつつ、それでそこが取れなかったら重いのに変えるっていう感じですね。なので自分の中で水深がこれぐらいだったら
例えば S2 かなとか、例えば 15m だったら、あ、俺は S0 で十分だなとかあると思うんですね。でそれが使って、その営業を使ってそこが取れなかった時に、あ、今日は潮が行ってるんだなとかっていうのが分かるわけですね。なので必ず基準を持ってほしいんです。あ、 S3 にしましたけど底取りが全然余裕すぎるぐらいなんで、ちょっとここで S2 に戻してみる、ちょっと上げてみる。で自分の中でその使うエギの基準ができてれば、それで底が取れないっていうことがあれば何かが違うわけですね。風が強いのか潮が速いのか、このどっちかが必ず影響してくるので、風がそうでもないのに底取りがちょっと時間かかるなっていう場合は潮が効いてるわけですね。で潮が効いてるかどうかって目には見えないことが多いので、そういうのを感じるっていうのがすごく大事ですね。触ったかも。で実際に空合わせしてもいいんです。全然空振りしても、おー、めっちゃ落ちていくな。こうやって一回底取りしてこれだけ落ちていくってことは、結構底の方は潮は効いてるはずなんですよ。もしくはものすごく駆け下がったところでそこにエギが落ちていくか、まあ、それにしてもこれかなり出るんで、多分底上はね行ってるはずなんです。こうやってすごい出ますもんね。でそういう時に途中でやめないことです。どん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 落としていってしっかり底取りはする。で今 S2 で1回目は底取りできたんですけど、2回目がこれほぼできないぐらいまで糸出てっちゃいます。だいたい尺って3メーター4、5メーターぐらい上げたとして、本来だったら S2 とか使ってれば着底するのにそんなに時間ってかかんないはずなんですよね。なのに2回目で全然底が取れないってことはかなり潮が効いてる証拠なんで、そういう時はちょっと重めにしてエギを交換してみると。今トップ21m、ああもう落ちた、 23m ってこんな感じで今流れてってます。あ、もう 24m、 こんな感じでエギを落としてる間にもう 3m ぐらい水深変わってるんですよ。そうするとこういう時はもう潮が速くて水深が変わる場所は深いところにエギを合わせた方がいいですね。浅いところに合わせちゃうと何をやってるか分かんなくなるっていうパターンになってしまうので、でこのエギをクーッと持っていく感じですね。方向がしっかり定まってエギがそのまま引っ張られてグーッと持っていかれる、この感じをちゃんとこう竿先で感じるというかロッド全体で感じるっていうのが大事ですね。なのでこういう時は硬い竿って向かないんです。潮が効いてる時に硬い竿を使ってしまうとその潮を弾こうとしてしまうんですね。なのでエギがこう馴染むっていう動作がすごくやりにくくなってしまう。そういう時はどちらかというとレギュラーテーパーの竿を使ってあげた方がエギっていうのはものすごく安定しますね。こんな感じでやっぱ潮が速い時はこうやって流されますし、ゆっくりになると今度は真下になったりと。で当然いつもいつもやりやすいわけじゃないですから、そういう時はもう状況に、例えば今後ろの方にエギが入ってきます。そういう時は一回前の方にこうやって入れてあげる。でこれ皆さん一緒です。例えば2人3人4人5人って並んでても、真下に落として流れて真下に落として流れてだったら、ちょっとみんな前の方に投げて流して前の方に流してっていう方が探れる回数も多くなるので、その辺もね乗り合い戦なんかの時は注意した方がいいですね。で三好に入る方なんかがそれをやってくれると、その2番目の方3番目の方も前の方に投げてってやりやすくなるの でこんな感じで今三好に投げるとちょうど今自分の目の前で着底して、で次後ろで着底してて、まあ少なくともこれだけ潮が速くても2回ぐらいは最低でも探れるという感じですね。ちょうど真正面にもうギュンギュン流れていく、すごいね。もう潮を感じながらエギがどん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 後ろに流れていくんですけど、これこういう時は今度しっかり底を取れる重いやつにしてあげないと、どん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 エギが吹き上がっていきます。単純に後ろに流れていくだけじゃなくて糸の長さは決まってるので、そうするとあと流れながらぐーっと上がっていくんですね。なので例えば3メーターのところで1回エギが止まったとしても、そこから当たりを待ってる間に5メーターぐらいまで上がったりするわけですね。おっしゃ来た。
いいね、プルプルっと。イカはちっちゃかったけど、よいしょ、はい、ほら後ろ見ると後ろ足かかってますね。いいところにかかって、一応これもオスです。あっ、どほら線が小さいながらもこれでね、ヒュー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 っとこう横に、あ、横線ですね、はい、あ、本当だ、ね、小さくてもオスって分かるんですね、うん、いいですね。ちょっとポイント変わって、ちょっと深めです。今 30m ぐらいのところでやってるんですが、そうですね、ちょっと潮が緩んでだいぶ釣りやすいところ。危ない、キャッダーッ早めにイケス入れてあげましょうかねそうなんです。おっしゃー、来たー、釣れなかったかなおー、いいサイズね、連発です。尺ってでも当たりはすぐ出るんですか？すぐ出ますね、うん、なので例えばこの尺ってピタッと止めてる間にもうイカはヒューッと来てるわけですね。でヒュッと横向いた瞬間にもポンって抱いてくるんで、このしゃくり終わってからエギを止めるまでの時間っていうのをいかに短くするかっていうのがすごく大事になってきますね。なのでゆっくりゆっくりやってるとイカもなかなか抱くタイミングがないんで、一回仕切り直ししちゃうんですよね。ああ、追っかけてきた、ほらほら、すごい、ほら追っかけてきた、これイカ、これイカ、ほら、しかも追っかけてきた、おきおー、きたきたきた、おー、でかいでかい、ほらほら食いつくかエギもう一本あるかな、ね、これで例えば、あー、まだいるな、このまま上げちゃってちょっとイケス上げてもらっていい、まだいる、これで一回ヒュッと抜いてイカを入れつつポンって入れたらどうかな、追っかけていくかな。今ちょっとポンって入れた音でパンって逃げちゃった。でこういう時は途中で止めてもいいんですけど、もうずっとそこまで追っかけさせてもいいんです。これ 30m 下からこれ追っかけてきたやつですけど、まあ、そのまま戻っていっちゃうかエギ追っかけていくか、まあどっちかですけどね。でこれおかっぱり用のエギだとああいうイカってすごく狙いやすいんですけど、船用のこの重たいエギだとなかなか止まらないんでうまく誘いにくいんですよね。やっぱおかっぱり用の何もしなくてゆっくり沈んでくれるエギの方が良かったりしますね。でこんな感じで当たらなかったりするんですよ。なので本来だったらまあ2人いればもう一個ポンってエギ入れてそっちをキュッて興味を持たせるっていうのもありですけどね。であれだけ興味示してるのにこうやってエギを追っかけていく場合と追っかけていかない場合って結構はっきり分かれるんですよね。おお、来たー、おー、あー、これ違うイカかな、ちょっとサイズが違うんで、まあでも今エギ入れたままだったのでまあちょっと上がって、まあでもそんなに違わないな。で違うエギイカが来てるか、まあ、もしくは追っかけたやつがしつこくいたか、どっちかですけどね。で大体往々にして追っかけてくるイカの方が大きいっていうね。そうですよね、そうですよね、そういうことが多いんで後からかけた人の方がでかいイカが取れたりするんです。あ、ほら、ちょっと違うイカですね。明らかにさっきよりはサイズが小さい感じなんで、ね、もっとこれより一回り大きかったですね。多分違うイカがこれ来たんですね、これね、まあ、それだけイカが濃いんだと思います。やっぱりでこれぐらいで来なければ一回こうやって落としてあげて、こんな感じですね、着底した。おお今のは取れましたかね。ポーンときましたね、もうね、いい当たりでしたね。もうこのね当たりがね来るともう脳汁がパッと出るわけですね。一緒に4連発です。そうだ、4連発だった。おー、4連発釣れまくりです。
で、着底を取る時なんですけど、ずっと見てて、あ、着底しました、はい、じゃあ巻きましょう、じゃあダメなんですね。着底した瞬間にすぐこうやってエギを跳ね上げてあげないと、なかなかイカの反応がやっぱ悪くなっちゃいます。なので着底のタイミングっていうのは常に注意して見てた方がいいですね。なので慣れてくると、だいたい水深がどれぐらいでエギがこれぐらいって分かると、着底のタイミングが読めてきます。例えば今 30m で S3 を使ってますけど、だいたい出ていく糸の量と、あとはタイミングですね。だいたいこうやって竿を振ってて、あ、もうちょっとしたらつくなとかっていうのが分かってきます。で、それはもう本当に慣れなんですけど、その慣れをしっかりと見てあげるように、糸ですね、 P ラインをですね、ちゃんとマーキングがついたやつにしてあげるのは大事です。多分あと 2,3 回やったら多分着底すると思います。ほら、ほら着底した。こんな感じで、こんな感じでもう着底するタイミングを測ってあげるんですね。で、今ラインですけど、セフィアの G5 を使ってます。これマーキングが 10m ごとに色が変わっていくのと、それでだいたい 50m までです。5色、ね、なので 30m だったら3色 20m だったら2色ですね。ということはですね、例えば水深が 20m って言った時に2色出てないところでハンドルを、ベールを返しちゃ絶対いけないわけですよね。間違いなくまっすぐには絶対落ちないんですから。で、ということは 20m 出たところから着底のタイミングを測っていけばいいわけです。こういうふうにですね、やるときに単色の糸を使わないことです。一色だけのやつですね、真っ白とか真っ黄色とか、あれダメです。最近はね、おかっぱりなんかでもこういう色付きの、しかもちゃんと5色マーキングしてあるやつを使う方かなり増えてきたので、すごくいいことだなと思うんですけど、例えば3色とかああいう中途半端なマーキング、あれ絶対ダメです。例えば水深 35m ですって言われました。で、3色半で、逆に、15m で例えば3色とかだと途中で切れたりした時に困るんですね。あれ、どれだけ出ればいいんだっけみたいな、その辺がすぐに計算できないっていうのが良くないので、必ず 10m ずつ5色で 1m ごとにこうやってマーキングが打ってあるやつで、 G5 みたいにもう色が一番見やすいカラーリングをしてある糸っていうのは、すごく釣りをしてて、あ、どれぐらい出てるなとか、高切れした時も分かりやすいです。で、皆さん高切れする時によくリーダーがなって帰ってきた時に、だいたい結び目で切れたと思ってる人多いんですけど、実際に結び目で切れてることって少ないんですよ。よーく見ると、例えばこういう色付きの糸だと、あ、全然違うところで切れてるなとかっていうのもよく分かります。なので、何メーターなくなったとか何メーター残ってるっていうのがやっぱ分かんないと、糸をね、なかなかあーって言って次釣り行った時に糸がなくて困るとかね、そういうことありますのでね、注意してください。おー、もう着底ギリで止まった。うん、あー、これをバレないかな、大丈夫かな。これ今完全に横抱きになってるんでね、これ引いてないでしょ全然、ほら、これ完全に横抱きになって今持ってこうとしてるんで、これパッと離した時にカツンと引っかかるんですけど、イカがこれ結構でかいんで、離した時に簡単にかからないこと結構あるんですよ。あ、こうちゃんだ、ほらほら、これもほらかかってないでしょ。あ、一応かかった、今。ほら、危険な、これモンゴーですね。よいしょー、ほら、さすがに中身は空っぽになったんで、もう大丈夫でしょ。ほら、船長逃げてきましたけど、美味しいイカですよ。ほら、聞こえます？おっと、ほら、口でポコポコ言ってるわけじゃない、ね、ポ僕じゃないですよ、これね。それじゃないです、これじゃないですよ。もうすごいね、甲羅がこれね、石灰でできてるんでね、インコの餌になったりしますからね。
石灰がね、甲が、まあね、大きいイカですけど、まあ、こう着底でいただきましたね、ドンと、うん、ちょっとね、やっぱ潮が緩くなったりすると、こういう甲イカが抱いてきたりとかすることもありますね、ちょっと渋い時間帯とかね、はい、まあ以上。おっしゃー、来たー、来ましたほら、よいしょ、はい、いいとこかかってますね、はい、ということでですね、まあいろんなエリアでね、日本全国アオリイカ釣れますけどもね、まあここ関東でもこれだけの爆釣が味わえるっていうね、ぜひですね、このアントラージュを使って、エクスチューンを使って、セフィア CI4 を使ってですね、このアオリイカゲットしてみてください。ではまた。